はい、またパンデミック実況しようと思います。最高難易度のヒロイックモードで、俺一人はちょっと選ばせてください。これは何を選びたいかというと、やっぱこのゲーム科学者なしだと 無理じゃないですかって思っちゃった。その難易度高いのやろうと思ったら、これさ 4つの素材でワクチンを作れるというキャラなんですけど、こいついるよね、どう考えてもって思うんですよ。これいるといないとじゃね、5個と4個がだから 4×4 だと16だけど、 5×4 で20、やっぱ 4個か5個の差ってでかいよね。ちょっと今何言ってるかよく分かんなかったね。よし、メディックと科学者と、ちょっと微妙なキャラ、イベントを回収できるキャラが一人ですね。このオレンジ色はまあ止まった地域のウイルスを全部除去できるやつで、この白が素材4つでワクチンを作れる、すげえ俺が強いと思ってるやつで、この今回水色がイベントカードありますよね。イベントカードをもう一度ワンアクションで回収して、もう一度使えるようなことができるっていう、ちょっと難しいキャラクターですね。まあやってみましょう。今メキシコと、うわやべ、ここやばいでしょこれ、2つ並んじゃってるのは。っていうのは、ここでドンアウトブレイクすると拡散して、またドン2回連続アウトブレイクが起きてしまう。1、2、3、うん、ということで、こいつ緊急にここに飛ばしたいので、今ニューヨークの切符持ってるんで、ニューヨークに移動して、ニューヨークからチャーター移動、ニューヨークでニューヨークカード使うとチャーター移動で世界中どこにでも行けますんで、チャーター移動してここに飛んでっていう方法できます。1、2、そしてチャーター移動、ちょっと待ってな、こっちだな、北京にチャーター移動して、そして取り除くと。さあ合ってたのか、これで。でもう一つ上海のこいつ、ここはオレンジに任せようかな。でそんなことしてていいのかな、ちょっと不安はあるけどね。最悪フェリーで移動してもなんとかなるね。 OK、 じゃあまずこいつはホーチミンじゃねえメキシコシティのを治療すると。で1コード余らしちゃったから、もう一個治療しようかね。うん、さあ頼むよ。お、赤がリーチだ。よし、そうこいつが赤持ってるから、ホーチミンで合流することができれば赤のワクチンが完成する。ホーチミンってどこだ、ここだ、割と近いな、こっからこう行けば、まあ、ホーチミンに向かうっていうのありですね。ちなみにカルカッタからでも1、2、3、こっからでも1、2、3、4、5、カルカッタまで移動する方がいいのかもしれないな。そうか、ついでに上海でも、上海はオレンジのやつにまとめて取り除かせた方がいいので、カルカッタに飛んでからカードを切ってダイレクト移動して2位。そっか、ちょっと待ってよ、したとしても この白が1、2、3、4、あ、うん、4アクション使えばホーチミンで合流までいけるね。でこいつ治療 C のホーチミン移動 C のエンド、
あー、これで予定来るんだよな。でね、このもう難易度上がってくるとある程度アウトブレイクしてもいいやっていう決断も必要になってくるよね。こいつは予定通り上海を全て取り除きの、そしてここの、ここには飛べるんだね。バグダッドにも飛べる。いやー、どうしよう。でも一応ここに飛ぼうかね。そうやな。サンパウロに飛んで、このキンシャサのアウトブレイクを阻止しに行こうかなという感じで、カードを切って移動、ただもうここで行動終了したところはちょっと弱いですね。でもあんまね、移動で手札切っちゃうのもね問題なんだよね。で今シドニーが危ないんですけど、ホーチミンで合流して受け取りたいので、ここは受け取るのを優先します。2、3、ホーチミン、こういうプレイングがちょっとね、たまに危ないことが起きるんですよね。はい、感染レベル上がった。いや、でも、最高難易度だけに、すごいスピードで上がってくる。あ、運よく、運よく3個取り除けるやつの近くに。あー !2 回アウトブレイクする流れだ。あー、これがね、じゃあこれは目的通り、ホーチミンを渡しの移動しの、ただここ連発は本当危ないんで、ここでカード切るっていうのは一つのありなんだよな。でも待ってよ、シドニーも危ないんだよな。ちょっと近所の危機を思った方がいいね。あ、いいカード引いたな。これ使うのありだな。これで、一晩ワンクアイテナイトで、このターン、感染フェーズが飛ばされると、これを使って飛ばされて、でこいつでゆっくりと治療しようかなと。じゃあこうかな。オッケー。あー、でも下の方が良かったかもしんないな。ちょっと細かなプレミが。おー、危ねえ、シドニー。よかった、シドニー取り除いて。さて、メキシコに飛んで、1、2、3、治療薬作成。それかモントレオールを除去か。迷うな。しかもメキシコ黄色が2枚揃ってるから、こいつ移動で札使うともったいないっていうのあるよね。やっぱ徒歩で移動しようとか、通常移動で移動して、なんかついでにシドニー1個取り除きながら、この研究所に近づこうと。そういうプレイングで行こうと思います。ここで青引くか。意味ねえな。なんとなくね、俺は、青を握っていこうかな。こいつが黄色3枚持ってるから、オレンジのやつが黄色3枚持ってるから、ああ、そっか。でも渡すってことはあんま考えないで、こいつ青を揃える風にしようかな。危ない。さあ、どうしよう。ここ危ないね。ここ2個並んでんの危ないね。これもったいないけど使っちゃおうかな。もったいないけど使っちゃおう。エアリフト使おう。で、自分に使って。ちょっとここの阻止するのに。
で移動して阻止で1コードを残したから、こいつの特殊能力は使ったイベントカードを手札に戻せるっていう効果なんですよね。まだタイミングじゃない気がするけどね。まだいいや、まだ回収しなくていいや。で治療でして終わろう。黒が2枚くらった。頼むよー。でこいつはまあ治療をまずするでしょ。さあ次どこに行くかだね。もう赤は使わないから、あ、ここに飛ぶのありだね。シドニーに飛んでシドニー除去、2個取れるから、こいつシドニーを切って、もう赤のワクチンはね、この白が揃えてるんで、白のキャラクターが、科学者が。で、治療。粘土。はい、また感染レベル上がった。もう、しょっちゅうは、しょっちゅう上がってくね。やばいよ。あ、このターンから3つ地域が選ばれる。危なかったね。直しておいてよかったね。じゃあこいつはワクチン作るぞ。はい、研究所に来たので赤4枚で、こいつは特別に5枚ではなく4枚でワクチンが作れるというキャラクター。あー、一応このここに飛んでこう。あ、2発1回しか移動できなかったか。お、青が揃いそうだ。うん、タラレバ、ミランかパリンで。お、今ね、地面に、もう赤のワクチンを持ってるんで、こいつは、ワクチンを持ってる場合は自動的に消すという、オレンジ色のコマ、そういう能力を持ってます。で、こいつなんですが、そっか。これを回収して、今アウトブレイクしそうな地域が3つもあるんで、これを1回使うと思います。で、使う分にアクション消費しないんで、回収するのにアクション消費してるけど、あと3回で、3回行動できる。じゃあこの隣を1、2、もう1枚回収する？もしかしたら使うかもしれないね。もう一枚回収しとこうかな。で、回収でワンアクション取っちゃって。ちょっとこいつここに移動させたら無駄打ちだったな。バンコク移動で、移動、あ、いいね。で、こいつ赤のワクチン持ってるんで、移動した地域に赤いウイルスがあれば自動的に、ね、除去できるという効果を持ってます。なので、まずバンコクのカード切ってバンコクに移動してこの赤のウイルスを殲滅しようと思います。じゃあ移動しただけで消えていくという、これちょっと珍しいことが起きました。赤のワクチンを持った状態で赤のワクチン全てを除去するともう二度と赤のウイルスは発生しないっていう、かなり今後の展開に有利な状態にはなってます。赤がいらない、もう赤はいらない。手札上限7枚なんでね、8枚になったら、あー来たよ。今アウトブレイク3回目ですね。でこの科学者なんですけど、移動で札を切るのは非常にもったいないんですよね、こいつに限っては。 1,2,3,4 でも行くだけで終わっちゃうな。でこれはもう早々にこれを使いましょう。サンティアゴのアウトブレイクを阻止しに行って、あと3回行動残してる。 1,2,3 どうするのかな、それも悪くないな。
あー微妙。ここの掃除しようかな。一個消し、移動し、もう一個消し。うん。あんまりね、移動で消耗したくないんだよね。どっちかっつうとウイルス取ってた方がいいのかなっていう。あー、またレベル上がった。ちょっと青を引いてほしかったな。ただここで赤の地域選ばれてほしいんだよね。そうすると赤の地域の分ウイルスは増えないんで。赤選ばれない。あ、OK。ほら、赤の地域、ウイルスはもう二度と発生しないというさっき特別な効果を得たので。で、こいつが黒が若干揃いそうで、こいつも黒が若干揃いそうで、うん、バグダットとか、この辺で合流すると受け渡しが可能っていう状況でありますね。なので、ニューヨーク除去しながら、このイスタンブールにも向かっていくような動きを取ろうと思います。ニューヨーク移動、除去。そうやな。あー、そっか、ミランの札切ってもよかったな。まあいいや。今更しょうがない。お、リーチ。黒がリーチ。赤はいらない。よし。ってことは、お、赤ばっか選ばれてる。ラッキーラッキー。あぶね。さっき取り除いてなかったらやばかった。で、今こいつが黒は4枚揃ったので、水色のキャラクターがね。なのでこいつがバグダッドか、ここか、ここ。お、ここで合流しよう。そうすれば渡せる。で、バグダッドに飛んで、ここ除去 C の、ここで合流という動きを取れば。かなりいいんじゃないですか。バグダッドにダイレクト移動。バグダッドのカードを切って、バグダッドに移動し、イスタンブールに通常移動。そして全部取り除く。そして、この、回路で受け渡すために回路に移動しようと思います。お、いいカード引いた。これはいいカード引いたぞ。これは、ノーコストで基地を好きな場所に、なので、この受け取る合流場所に基地を作っちゃうと思います。強い。この動きは強いぞ。いけるかもしれないな。あ！やべ、アウトブレイクが4回目。アウトブレイク4回目。これはちょっとやばいっすね。1、2、3、4。今ラゴス、サンパウロか。サンパウロでアウトブレイクしたから、どっちかというとラゴスを優先的に止めた方がいいね。でもさっきサンパウロが2回連続で出るっていうことは、まあ、感染レベルが上がっちゃうとあり得るんですけど、まあ少ないっちゃ少ないんですよ。なのでここはちょっと札を切ってでも、ちょっと後悔しないために、ラゴスを優先的に止めに行こうと思います。で、1コード余っちゃったんで、もう1個取ると。で、青引けって話なんでね。おっしゃ、青引いた。よっしゃー。いけんぞ。このゲームは勝てる気がする。今赤が選ばれたらラッキー。やばい、ヨーロッパも危ない。ただこいつは回路で受け渡しをするのが確定で、回路で違う、回路のカードを受け取り、黒ワクチンを作りたいと思います。あ、黄色が揃ってるけど、あ、青はいらないんだね、もう。青はもう、科学者の白の駒が揃えてるので。で、ここで黒のワクチン完成と。ただ、モントリオールとエッセン。ここが、ちょっと気になるところですね。あと3、まあ、サンパウロはまだしばらくアウトブレイクはしないはずなんですけど。あと、怖いので、あー、そこ、ありだな。基地を回収してきます。もう一回基地を作るイベントカード回収します。頼むよ。モントレオール怖いな、ちょっと。あー、これで
4つの地域が感染する。さらに捨て札が山札に戻ってくんで、これちょっといろ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 危ないですね。あー、うわここ危ねえな。よしラッキー、うわ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 、どうしたらいいんでしょう。ここのね、2つ並んでるところが一番やばいっていうのはあるんですよ、まず。なので、先ほど、お、これ、こんなカードも拾ってたのか。いつ引いたか忘れてたけど。ちょっとこれプレイしますね。これは捨て札の、感染エリアカードを除外するという効果のカードで、除外されるってことは二度と感染地域として選ばれないってことですね。これは悪くないな。これでモントレオールを選べれば感染地域を選ばれない。あ、サンティアゴでもいいな。ちょっとここ離れた、こう行き止まりにあるんで、この地域が。なのでこれをプレイしてサンティアゴを除外。そうすることでサンティアゴは二度と感染地域に選ばれなくなります。なのでここを放置できるっていうのは結構強い。そして基地を好きな場所に建てるカードを使って、このモントレオールにで、今カイロの基地にいるので、基地から基地への移動はノーコストなので、移動して治療、ニューヨークに移動して治療、まあ、これ最善の手なんじゃないですか。この2つ並びはほんとやばいんでね。うん、多分これが合ってると思います。まあできれば青のワクチンが完成した後の方が良かったんだけどね。で次白の駒が青のワクチンを完成させるので、まあ青の札はいらないかなと。うん、まあどっちでもいいや。よいしょ。あー、もうひどいよ。よし、ラッキー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 。これ心強いですね。今赤のウイルスは殲滅してるので、赤の地域が選ばれても全くウイルスが発生しない。でこれ青のワクチンが作れる状態になるので、非常にこの辺が怖いんですけども、ワクチンの完成に向かった方がいいよねっていうことなんだね。移動するためのいい札もないし、 1,2 ワクチン作成かな。そうだね、デリに行っても 1,2,3、 どうすべきか。いやー、ワクチンの完成でしょう。で青のワクチン完成、あと一つ、あと黄色さえ完成させれば勝つる。そして1コード余らしちゃったので、まあここはここを治療してエンドというしかないのかなー。あー黄色が、あーうわ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 、8回アウトブレイクした。いやー、あと山札が10枚で3個ワクチンを完成させたところで終わってしまいました。タクチャンネル、いつもご視聴いただいてありがとうございます。今ですね、ゲームマーケット2015年秋に向けて、タクチャンネルのオリジナルのゲームを開発中でございます。今ちょっとキャラクターの下書きがあるんですけど、でそのどんなゲームなのかっていうね、ゲームの内容を少しずつ YouTube の再生リストの方にアップしていこうと思ってるのでね、よろしければチェックしてみてください。チャンネル登録、Twitter のフォローよろしくお願いします。